おはようございます。アラサー女一人旅ゴールデンウィーク編、今日からまた始まります。ソウルのインチョン空港に来てます。大阪からソウルまで来て、でここで乗り換え3時間待って、ウズベキスタンに行ってきたいと思います。アシアの航空です。久しぶりです、乗るのは。はい、まだねちょっと乗り継ぎの時間があるので空港でゆっくりしたいと思います。ウズベキスタンについて、昨日はもうそのまま宿で寝て、朝起きて今から朝ごはん食べます。なんかすごいもうビュッフェスタイルなんですけど、朝からがっつり果物がねあるのでちょっと果物食べようかな。はい、こんな感じでちょっと撮ってみました。いただきます。レッドが2本、すごい綺麗。うわあ、正面からです。この幾何学模様、アラベスクが細かくて、マレーシアとかいろんな国でたくさんあのモスクは見てきたんですけど、ここがねウズベキスタン一発目のモスクなんですけど、すごい綺麗。真横から撮った方がこの、あのドームが見えていい感じですね。引きの映像です。反対側は道路。じゃあ次の場所に行こうかな。はい、モスクでした。はい、別の場所にやってきました。こっちはあれだね、白じゃなくて茶色のレンガ調に青いちょっとこうアラベスク模様みたいな、なんかちょっとさっきのモスクでも思ったんですけど、電光掲示板みたいなのが埋まってんのがちょっとおもろいなと思って。あの柱がね木でできてるのかな。建物はねレンガ、柱がね木でできてて、この彫刻がね美しい。はい、こんな感じです。今日はね天気が20度ぐらいでね、あの風も吹いてて結構いいお天気です。ただ全然晴れてはないんですけど心地いいかなって。東南アジアみたいに湿気とかはないんでね、まだ嫌な汗のかき方とかはしなくて済むかなって感じですね。ちょっと工事中みたいですけど、隣にあるのは多分マドラサかな、
進学校か、学校かな。はい、裏側に回っていきました。異国情緒のある建物、モスク、これが見たくてね、ウズベキスタンに来たんですけど、まあウズベキスタン1週間旅する中でたくさん、多分ね、どこの都市に行ってもこういう、モスクをこれから目にしていくと思うんですけど、はい、私が見たかったウズベキスタンのモスク、はい、やってきました。私の旅の中での一番の楽しいポイント、コレクションしてるマグネット買うこと。もうね、家の冷蔵庫が世界中のマグネットで埋め尽くされてて、もう貼る場所ないんですけど、最低でも5個はウズベキスタンで買おうかなと思ってて、必死に今選んでおります。お土産屋さん、とりあえずマグネット1個買ったのでバザールに行きたいと思います。ヤンデックス GO でね、行きます。バザールにやってきました。これはちょっとスリに要注意な場所でしょうね。あとぼったくりは引き続きって感じ。プロフっていうね、ピラフみたいなやつを食べたいので探そうかな。ディープやな、モロッコとかトルコを思い出すほどのディープさ。めちゃめちゃ可愛いこれ。うわ、匂いがすごい。結構生肉とかね、そのまんま多分売られてるみたいな。匂いがすごい。チーズの量がすごい。キムチ。すごい、ドライフルーツの数すごい。どこまでもドライフルーツ売ってるわ。内側にもなんかドライフルーツの詰め合わせみたいな。バザールのお兄ちゃんたちの声掛けがめちゃめちゃうるさくて、まあ想像してた通りなんですけど、無視してもしつこい場合はロシア語でね、ヤーニズナユって、私は知りませんって言って、なんとか切り抜けております。無視してもめっちゃついてくるときはもうその言葉一発でヤーニズナユって言って、そしたらなんか去っていくんですよね、皆さんね。ちなみにさっきロシア語でなんか道を聞かれた時も、いや、ニズナーユで切り抜けました。私は知りませんで切り抜けました。とりあえずプロフ注文しました。もうめちゃめちゃドローカルな感じの場所で、英語とか本当通じないんですけど、頑張ってロシア語で食べたい商品名を言って、なんとか注文できました。いただきます。
結構あの油がね量が多くて、あの油を食べてる感じがするんですけど、味付けは結構なんか甘みもあって美味しいです。あちこちの店でねお肉焼いたりとかしてて、あの煙がすごいですね。本当にめちゃめちゃ煙たいんですけど料理は美味しいです。雨がねちょっと降ってるのでカフェでコーヒー飲みながら店員の女の子2人とね仲良くおしゃべりしてます。なんか何歳とかいろいろ観光で来てるのとか店員さんとねなんかおしゃべりしながらまったりしてます。クロッフ美味しかったです。ちょっと次の場所に行きたいのでヤンデックス号が来るのを待ってます。あ、めっちゃ晴れた。ティムール広場、アムールティムール広場にやってきました。ティムールの銅像、もう1ヶ月半で東ヨーロッパ十何カ国回った時の Vlog に何回も登場してるんですけど、大場さんに乗った銅像の景色をねたくさん今まで見てきましたけど、ウズベキスタンのティムール像です。世界史の教科書にね出てきましたよね。ティムール朝を建国した人。後ろに見えてるのがホテルウズベキスタン、すごい歴史のある有名なホテルらしいです。ファラフェルだ。アラブ系の料理とトルコ系の料理はやっぱ結構売ってる感じですね。あと歩き方とかね、やっぱ何回来ても日本人とねこういう、アラブ系とかペルシャ系の人たち、インド系の人たちとかと全然ね違うなって毎回思うんですよね。多分歩き方でね日本人は日本人って分かるし、やっぱ全然なんかね うまく言えないけど、特にアラブ系ペルシャ系インド系の男性たちってねすっごい胸を張ってちょっとガニ股で歩くっていうね、これもまたね何回も見たらだいぶその違いが分かってくるというか、なんかオードリーの春日かよっていうぐらいすごい胸を張ってこう歩く。お馬さんパカパカ。夕方6時です。眩しい。宿に戻ってきてヤンデックス号でデリバリーフードをやってたので、ラグマンっていうなんかトマト煮込みのうどんを注文しました。これを食べて今日はもう寝たいと思います。おやすみなさい。